8月5日、川崎市の中原市民館で令和4年度中原区市民提案型事業の結果発表会が行われました。市民提案型事業は町の課題解決に向けた事業を市民から募集し、自治体と提案団体が協力して取り組みを進める事業です。初めて事業に参加したスタートアップコースや継続して参加をしているステップアップコースなどがあり、合わせて10団体が参加しました。この日はその中から7つの団体が事業の結果報告を行いました。中原区の中で、ご高齢者の皆様が元気になるように、介護セミナーを申請しました。皆さんからもう少し体操をしたいとかそういうのがあったので、2年目その辺を多くしました。口コミで広がってるっていうのをすごい感じてます。先輩団体への視察授業とですね、あと支援者を増やすための子育て支援入門講座っていう講座授業のこの2つを提案させていただきました。提供してくださる場所ができたり、力を貸してくださる人が現れたりして、いいスタートが切れたなと思います。ステップアップの団体さんはだんだんと中身がブラッシュアップされて、でスタートの方はチャレンジをすることによって自分たちの課題を見つけるということもありますし、中原区っていうのは非常に新しい住民の方がいっぱいいらっしゃいますよね。そういう方にぜひこれに関心を持っていただいて、地域を作っていく仲間になっていただくために、こういうものを使っていただくということもありかなと思うんですね。